はい、OK です。じゃあ、まあ、森さんからぐるーっと自己紹介というか、あの恋人がいる体でぼっちの人も、まあその異性じゃないな、同性だな、完全にあの相方のいいところ言ってもらおうかな。皆さんお願いします。うーん、めちゃめちゃイケメンですね。おお、ありがとうございます。メイソンよりも、ありがとうございます。メイソンさんに言われる、ね、お前ぼっちだろ。人狼愛して、あれ当てはまってるか、全国各地に人狼を人狼に行って、あれあれあれすごく頑張ってる、あれあいつやってるな、めちゃめちゃいい人。いきなりやったな、あいつやってるな、ヒールコーやってる。はい、はい、うちのはですね、うちの自分の立ち位置をとてもよく理解している方です。あれも嬉しいね、この言われたらね。自分がね、かっこよくいたい時でもいろんなね、嫌な立ち回り、立ち振る舞いもできちゃう人ですね。大野さん、大野さん、名指しが早いんだよ、名指しが早いんだよ。大野さん、大野さんじゃないんだよ。はい、僕のはですね、あの普段冷静でいながらもなんか性欲が強そうな。まあ欲求に素直そうだなって。そんなやつ、はい、はい、お前ぼっちやったらめっちゃ面白い。お前ぼっちやったらめちゃめちゃ面白い。性欲強いって自分で言ってる。ぼっちやばいな。自分のことを性欲強そうって言ってるのか。予想してるはずだぞ。強いとかしてる。強そう。わかんない。わかんない。めちゃくちゃ恥ずかしい。はい。いや面白い。じゃあ次。はい、僕はですね、なんか、社会人とか人間はみんなこうあるべきだなって思うような人ですよ。もう寄ってたべないよ、そういう風に あるべきなんだよって俺はなんかその人を結構肯定したいって感じだし、そうですね、なんかぼっち、なんか、ぼっち常に研鑽を積んでいって、その人と僕をね常に対峙させて、この間違いのない答えっていうのを出して、あの人生を歩んでいきたいっていう、本当に頭もいいと思うし、結構そのなんていうのかな、課題に取り組んだりとかもできるし、まあ、本当に人狼も結構やってて、うん、すごくね、まあ、笑いも取るし、どんどんぼっちになってくる。笑いもあるから、ぼっち多くね、ぼっち多くない、まあ、大舞台にも強いところもあって、ぼっちになってきてる。そこもやっぱりすごいなって思ってる。まあみんなやっぱりそういう風に生きてほしいかなって思ってますね。そんな人間ですね。自分のこと言ってたら、ね、自分からどんどん言ってた、ね、おさん笑ってるな。はい、はい、誰からも愛される人で、僕も大好き でその人と生き方が似てる、その人のツイートを見た時に共感して、その内容を言うとバレちゃうんで、その人の書いてあることにすごい共感して、そういう風に生きるのは難しいけど、それができたら最高の人生だよね、あ、俺もそうしたい人生だって思った、すげえ感動できる、優しくて誰かも愛される人。俺や、頼むからもうぼっちで会ってくれこれが一番驚くよ、これが俺のぼっちが一番驚くよ、俺感動した。彼は電気の考え方、電気の1ページ目の言い方、彼はじゃないんだよ。あのものすごく優しくて、あの話とかすごい聞いてくれて、話聞いてくれ、こういうなんか憧れっていうか、こういう人になりたいなっていう感じで、やっぱり一緒に心地いいっていう感じの人ですね。はい、終わりです。普通に、そんな人普通にガチで照れてます。ちゃんと恥ずかしい。これ視聴者全部わかってるからね。知らないの俺らだけや。ビアみたいにも見えるし、ぼっちのはもう笑い止まらんの。伊藤くんがぼっちあってほしい。違う目線で言いたいと思う。もうね、俺この人と起業したらもううまくいくっていう職種までが分かった。嬉しいね。俺この人とこれやったら絶対成功するっていうのが見えた。プランまで見えた。目が違うやん。目が違う。すごいな。そうです、本当に絶対にあのパン屋一緒にやったらやめろ
れは俺みたいになるだろう。だろう俺か、俺かな。彼はですね、まあ目がキラキラしてるなっていう印象で、なんか笑ってるイメージがあります、うん、なんかすごい言葉を選ぶなんか優しい感じがします、うんうん、僕は大好きです。あー、はい、いいですね。これじゃん。分かんないけど、マガツさん幼稚園の園長先生みたいな。目がキラキラしたコメント。そう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 。子供を探すのが先生かなと思って。彼はすごいね、キラキラしたコメント、素敵なコメントですね。素敵な先生でした。はい、もう私の彼はですね、私の彼は、まあ、皆さんの彼は多分ね、あの表裏すごい激しい。いいところ。私の彼は表裏とかないです。あ、そういうこと。人狼でやっててね。そう、一切ないし、まあ、性欲もそこそこ。なんで知ってるのよ。やっとんねん。確かに、あの子は、多分ね、世間一般で思われてるあのよく知らない人から見たら、あ、そうなんだ、そんなに面白いんだって思われてると思うんですよ。では本当に最近ノリに乗ってます。いえいえ。匂わせがすごいな、匂わせが。はい、そういうこと。はい、ですね、本当に嫌いな人がいないんじゃないかっていうぐらいみんなから好かれていて、かつ落ちちゃないじゃん。落ちちゃうな。もっとお花を自己肯定感持ちながらこれ発言しない。落ちちゃうな。その人自身も何やったら逆に怒ることがあるんだろうっていうぐらいな感じな上に、うん、なんか多分努力することが全く苦とかじゃないんだろうなと、もう努力して当たり前なんだろうなって思ってる、才能があるのに努力をやめない人なんだろうなっていう感じで、めちゃめちゃ尊敬してます。すごい嬉しいですね。これこれかな。いいやつ全部自分取ったけど、グルカだって全部赤浜なんか結構ガチです。はい、まあ私の彼はそうですね、なんか物腰爽やかですごいいろんな人に気が使える人なんだろうなってイメージなんですけど、まあかなりちょっと腹黒いところがあって、まあ今日もそういうとこ見てちょっと嫌いになってしまった。あれからまた好きになろうかなと思います。以上です。3番ぐらいしてんじゃん。何人か付き合って。多いぞ。お前多いぞ。性欲強くと腹黒い。どっちなのに、どこかのカップルとこっちもくっついてる。3分一緒にいってる。どっちの可能性あるからね。故に性欲強いし。何回目開けんねん。最後。はい、僕はね、まあ、僕が、まあ、見た、その見た時はね、あの、まあ、本当に夢に向かって頑張ってるなって、まあ、思いましたね。はい、この人はやっぱ夢に向かってめっちゃ上からや、頑張ってんな、ほんま応援したいなって。めっちゃ上から。お前一番年下だろ。僕ボッチなんですけどね。はい、ボッチだよ。いや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 、ボッチだよ。もっと掘り下げて、様子もそうだと。めっちゃ怖い。なんか好きなことを仕事にして、で、なんかそれに向かって本当に夢に向かって頑張ってるなって応援したくなるんですよ。だって GD で応援されて、応援されていない。大丈夫、はい、四ツ谷学園みたいな視点。俺らしか面白くないんだよこれ。俺たちはおもろい。俺たちはもう全然分かってないからね。はい、はい、議論時間始めてみましょう。もう議論時間はもう大体大体です。はい、じゃあスタート。やべえ、ワンカップルしか分かんなかったわ。いや、人狼探すゲームだからね。そうですよね。カップルは分かっても人狼は分かんなきゃいけない。意味がない。人狼ってどうやって見つけるんですか。頑張って。あ、頑張るんだ。ハンターっぽい人は省けばいいってことですよね。ボッチだから、ここでボッチを殺してしまうのは最悪。そうですよね。ボッチ格はするからね。ボッチを探すのやめた方がいいですね。ボッチじゃない人から。え、それ大浜さんじゃん。確かに。いや、一番ボッチじゃないのは抜きさんなんだけど、なんかあんまり人狼かって言われると分かんないから。え、何がボッチっぽくないんですか。あとね、いや、ぼっちであれと一番俺は願っちゃったけど。ぼっちじゃない。大浜、大抜きあたりはぼっちじゃないなって思いましたけどね。あとまあ、ヨースピさんも違うから。別にもうぼっちを出してしまうっていうのも一つの作戦だし。でもぼっち噛まれちゃうんですよ。いや、わかんないです。噛まれない。噛まれたら、一票で死にます。
ボンって死ぬ可能性がある。早い段階で行かれる可能性がある。だからぼっち隠すんじゃないの、うん、違うの。まあぼっちはもうちょい後でいいんじゃないですか、うんうん。でもぼっちぶる人の方が人狼っぽいかな、どっちかっていうと。まあその議論でいきますとかの方が人狼探してるわけじゃない。いやでも多分ね、あんまり相手を特定させない人の方が怪しいかなと思ってる。そうね、ライナスは怪しいと思ってる。だって性欲強さな人いっぱいいるじゃないですか。だからだから上げて上げてよ。そうなんだよ。性欲強すぎた。僕はね、ハイラムさんと大野さんを疑ってます。なんですか。あ、表情だけです。これは人狼の要素です。人狼の要素。真面目な人間か。この村に真面目な人間が。これは人狼の要素。そう。人狼。ハイラムとペアだと思ってます。ハイラムと大野さん。大野さん。のペア、はい、が人狼同士のペアだと思う。ペアかどうかもわかんない。これ多分人狼より人間の方が楽しそうにやってたと思うの。ああ、そういう要素。なんかそういう気もする。それはもう心理的なもんだけど、なんか人間ってさ、相手のいいことを言えばいいだけじゃん。人狼って一応これから戦わなきゃいけないわけじゃん。しかももう二人しかいないじゃん。若田さんの俺人狼じゃないかと思っちゃった。なんか思う、なんか真面目じゃないな、普段より。あ、幼稚園の先生とか。先生。幼稚園の先生とか。あの、もうなんか村だともうちょっとおちゃらけっていい。そうそう、そういう要素を取ってくれてもいいと思う。俺は大浜さんにもそれを感じる。じゃあプラスアルファでなんか言えばいいですかね。性欲強そう。性欲強そう。幼稚園の先生とか。性欲強そうか。性欲強そうか。ヨスピさん人間っぽいなって。でしょ。いやいや大浜さんが怪しいな。なんか言っとく、いろいろ言っといた方がいいと思う。マガタライナスがペアだと思うんですけど、人間ペアだと思います。あれ、マガタさんって何て言いました。僕幼稚園の先生みたいな感じ。目がキラキラしてるっていう話で、性欲ペア。性欲ペア。ライナスマガタさん、マガタライナス。ありそうな感じがする。ロールワンじゃん。ライナスは僕の彼ではないです。違う。違う。あ、俺違う。違います。じゃ別に性欲の強い人がいるんですよね。はい。その際がいる？もっといる？それを探すのが欲求に。あ、でも。俺ライナスのペア分かるよ。俺兄かも。兄だ。兄。すげえ言っちゃうのみたいな。兄。おかしい。前の方が性欲強い。いや、兄の方の発言でライナスっていう。そう、兄の方の発言でライナス。だってこの中でさ、性欲強いのってね、兄とライナスとハイラムだけ。なんでハイラム？ハイラム強いよ。なんでハイラム？何を知ってんだ。なんでハイラム？ハイラム強い。一番強いじゃん。一番強い。一番強いよね。ハイラム一番強い。どういうキャラ？性欲強い人は投票対象にしましたね。ああ、だからあれ。これはそれで基本的にはですよ。恋人は投票を合わせた方がいいと思いますよ。どっから始まるか分かんない。ああ、どこにいる。分かんないけど、ばらけさせてもまあ人狼に当たる可能性も高まりますが、という感じ。自分たちが死んじゃう可能性は。今人狼仲間に言ったろ。えお、ルカさん。人狼仲間に言ったろ。俺みたいな。パン屋だから俺みたいになってる。僕メイソンの言った性欲強そうな人からに反対します。なぜなら僕は自分で性欲が強いと思ってるから。何だそんな髪の毛。あんましない。ライナスのせいだよ。ライナスのせいだよ。この流れだ。性欲を持ち出したから。性欲強いね。延長だよ。はい、でも今の真方さんの発言は釣りの狩り CEO だもん。性欲強い延長先生だから。一応さ、あの自分は性欲、まあ人よりも高めかなっていう人を立候補で募らない。え、それはどっちに代表するの。じゃあ一応ちょっとみんなに言われて。ガクさん。てか、このグダグダな流れの責任取らしてライナス処刑すればええんちゃう。ペアじゃない。ペアじゃない。ペアだけどいいね。ペアだ。いいの。ペアでしょ。ペアだよ。ペアだよ。何より盛り上がってる。俺は性欲強くねえし、お前しかない。いや、すごくよかった。いや、仲間いたね。仲間いたね。やばいな。すごい。いや、でもここ人間じゃないですか。確かに。いや、わかんない。いや、これね、いや、わかんないよ。竹中さんとライナスが別に人狼でも別にいいと思うけど。いや、でもここで言わないと思うんだよ。まあまあ、今日は、今日投票したくなくなりましたね。今日じゃないと思う。これ、パン屋さん人狼じゃないですか。お？パン屋人狼あると思う。パン屋人狼。その時の相方は誰だと思ってんだよ。そうだ。ビジネスにしたの。ビジネスじゃあもう言ってしまうとそう。俺のパン屋さんだ。ちょっとまあぼっちっぽさもやりつつみたいな感じだけど、まあ人狼じゃない証明はないね、正直。俺はでもパン屋って言ったことは、いつはちょっとゲーム要素で誰か拾ってくんないかなとも思ってて、これってさ、片方が人間っぽくなればさ、片方で黙っといたらそのペアにはならないわけじゃんか。なんか助け合いができるじゃん。
俺人狼っぽいけどこの人人間っぽいからペアなんだよとかっていうこともできるじゃん。俺はもう最初から古川さんっていうことで人狼同士で最初に明かしたんかって思うんだったら投票していい。まあでもね、俺児玉さんが持論にそのアドバイスしたのかなって思ったけど古川さんにアドバイスしないかなって思ってるから持論じゃない。俺はメイソン結構怪しい。俺は信じてくれたから怪しくない。はい、メイソンさん俺の、はい、投票の時間です。じゃあもう投票はですねその場で、もうお名前だけパパッとやっていただきます。じゃあ今日はメイソンから時計回り。ざけんなよメイソン。大野。はい、入る。ジディ。ナイナス。大野さん。古川さん。ヨスピさん。大野さん。大野さん。伊藤慎さん。マガタさん。小玉さん。メイソン。マガタさん。伊藤慎さん。イエイエイ。大野さん。ジディ。ヨスピさん。マガタさん。大野さん。ジディ。竹野さん。ジディ。ジディ。大野さん。さあいったは4票大野さんと GD の決戦投票になります。じゃあその場で一言ずつ思いを。なるほど。本当にね、僕は相方は本当になんかこれからもほんま頑張ってほしいなって。ちょっと死にたいわ。活躍してほしい。マジでオチがめちゃくちゃ言ってくるんだ。お前より年上しかないかな。僕最年少です。まあ小野さんとハイランペアが人狼じゃなければ児玉さんと古川さんペアが人狼かなぐらい、はい、以上。大野さん、私の彼はハイランさんです。おお俺が嘘ついてると思います。え裏表裏ない人性欲そこそこ。性欲そこそこがちょっと。そこに人狼要素があったんですか。みんなに聞きたいぐらい。別に人狼陣営ペアの悪口言わなくてもいけないってルールではないから。ないけど、みんなそれから、あれでしょ、推理して、僕が、ないって思ったんでしょ。僕を信じなくても、ハイラムの白要素を見つけてください、みんな。はい、じゃあ2人前に出てください。さあ、決戦投票を行います。指上げてください。いきます。せーの、はい、GD を指した方手を挙げてください。1、2、3、4、4票。大野さんを指した方1、2、3、4、5、6、7票。では大野さんが時計になります。大野さんペアは私たちは人狼です。弱い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 弱すぎる。終わってもうたやん。終わってもうたやん。何の推理。楽しかった。何の推理。どこの推理。何がいけなかった。逆に何がいけなかった。ちょっと終わってもうたやん。ていうかもう最初のくらいのとこ長かったやん。なんならもうゲーム自体ちょっと何を拾われて。ちょっとペアだけあれしていきますか。はい、じゃあちょっとコメントを今つけてもらってますので、ちょっとモニターつけていただいて。早かったな。はい、じゃあちょっとまず大野さん、ハイラムが、人狼ペアだったので。はい、分かった分かった。で、じゃあメイソンからペアを発表していく。俺分かるぞ、メイソンのペアは。あ、何出てきますね。じゃあクイズを当ててください。メイソンはジリとペアです。おー、すげえ。そうです。やだー。あとはじゃあライナスのペアを当て、まあ、当てるとか言ってもらう。まあまあライナスは竹中さんです。ライナスは古川さん、自分のペア。僕は児玉さんです。こっから分かってないです。じゃあ大貫さんのペアを。じゃあ古川さん、ほとんどですね、いない可能性もある。あ、じゃあ俺分かった、全部分かった。おお、言っていいですか。はい、もうここからパンパンで言いますね。はい、大貫、大浜、伊藤、斎藤、ぼっち、マガタ。まず大貫、大浜、合ってます。合ってます。おじゃ、伊藤、斎藤、合ってる。おじゃ、おおすごい、やったー。すごい、さすが、すげえ。古川さん違うんだよ、だってヨスピさん、いやいやいや、やりがいは結構わかる。いやいやいや、あとはブログの共感、ツイッターの共感とかもね、あったんで。ヒントがいろいろありましたね。え、なんで分かったんすか。人狼は分かったんですよ、結局。人狼は分かったんだ。GD 分かったんだ。申し訳ないです。反省して。はい、本当に人狼かどうか分かんないですよね。ジリって、大野さんとハイラムが人狼でペアだと思ってたの。言いました。強っ。すごい、めちゃめちゃ強い。え、すごいな。なんでなんでなんで。ペアって分かったのは、大野さんが言ってる時のハイラムさんのなんかしっかり聞かないとな、みたいな感じの。やばい、
役者たましたね。そうだよね。そうだよね。引き抜けてたみたいな。ちゃんと聞いてた。すごいな、おい。すごい。ちょっと怪しいと思ったんで。ありました。まあでもハイダムにね、普段思ってる。コメントで GD 先輩って言われてる。なんでなんでなんで。もっと見たかったよ。もっと見たかったよ。GD GD 強いだけでいい。それはそうですよね。ね、業界じゃないよ。これでやりましょう。いや、この時間は大体です。議論スタートです。よっしゃまあ、投票理由が言えないので、ペペペペってなるんで。なんかクソつまんなくなっちゃうかもしれないですけど、ちょっと思ったのが、ボディーカードが出てきて、する人最後決める。まあまあ、そう、わかるわかる、よくよくあります。あ、ごめんなさい、ちょっとまあでもなんかわかりやすい、ゲームとしては。でもなんかつまんなくなっちゃうかもしれないけど、これって2回ミスったら負けなんですよ。けどボディガがグッジョブ出すと、グッジョブがでかいですね。3回になる。隠れてる。今日はちょっと潜んでいきますか。はい、でもなんで抜きさんが人間っぽいですね。抜きさんが選ぶ人間っぽい。あ、いいよ、めっちゃいいかもしれない。でも5人いるんですよね。5人、多分3人とか4人選んで全部人狼を選べる可能性があるよね、逆に言うと。でそれを破ったやつって人狼なんじゃない。投票対象を絞るって何人か出してもらうと、ちょっと喋って。ただ抜きさんが人狼ファミリーだった場合は壊滅です。大抜きさんが人狼選んだら、人狼たちがない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 ってめっちゃ言ってきます。めっちゃ批判してくる。確かにね、認識できないから。じゃあそのあるあるないないないをヒントとしたらどうですか。そうですね、名前を言って、誰かの名前を言って、もちろん喋ります。竹中さん人狼かなと。ない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 。適当に言ったらまあまあ当たるんで、一人ずつ適当に名前あげていけばいい。竹中さん結構人狼が、古川さん人狼が、あ、誰も変わらない。投票めっちゃ変わってくる。逆に古川さん、竹中さんどう思います。ある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 。古川さんどう思います。あ、人狼だと思います。大津さんが選んだ人がどう思うか疑い合うのめっちゃいいよね。面白い。ただあの議論と投票関係ない場合だから。でも俺のことを裏切った人って一応今日は怪しい。怪しい怪しい怪しい。これ3人にしなくていい、2人のままでいいの。そうですね。あ、本当に上がっちゃったんだ俺。2人のままでいい。大津さんが人狼だったら絶対選ばないもんね。そう、俺2人は危ないと思うし、疑い合うってことは人間同士の可能性結構高いから。そうだね。そういうのを選んでいいと思う。例えば古川さんと兄が選ぶっていうのは。いや、俺大貫さんで。大貫さんが一番大丈夫だと思う。俺たちでも上がってます。ああ、わかりました。じゃ全然ぜひ大貫さんを誘導してくれなかった。これ兄が俺疑い返したことからなんか村同士からちょっと面白い。だから他選んでほしい。わかんねえ。メイソンさん、メイソン。残り三分、残り三分。これやめた方がいい。やめた方がいい。長いの長いの。ちなみにメイソンと GD が両方人狼だと思います。古川さんどうしたの？どうしたの？古川さんわかんない。俺としては人狼ゲーム的な話をすると、抜きさんはね、児玉さんを選ぶとミーがいられると思ってて、この二人がファミリーだったり狼と子だったりした時に抜きさんに選ばせてるかもしれないじゃん。抜きさんでいいってミーは取ったけど言ったら児玉さん。なるほど。児玉さんめっちゃ人間だよ。で児玉さんと阿部さん人間かと思う。結構大変だよ。あんまり分散しちゃうから。今の4人はどうなんですか。やめた方がいいと思う。今の4人、じゃあ一回俺と竹中さんと GD とメイさんが言われてる話をするのは一郎しかいない。一郎しかいいじゃん。一郎くらいいいよ。でも本当のこと言うと人間なんですよ俺。で多分ないないないって言った GD は結構人狼あると。あ、そうなの。はい、メイソン村。僕人狼分かったんですよ。ライナス絶対人狼。そうなの。絶対人狼で、竹中さんも人狼で、両方さんも人狼。どういうこと。どういうこと。本当に待てよ。ライナス人狼。今本当に待てよ。今本当に待てよ。今人狼リーダーの使用するんでやめた。おお。だってね、リーダーの使用。すごい。すごい。やったなお前。あ、ありがとうございます。ジリジリ。やめたぞ。やらない。村方やめた。僕はボディーガード使用します。太鼓で太鼓で大将には入ります。僕は三人目だったらボディーガード太鼓出ます。なんで？俺死ぬ。お前がすることは何もないもん。ジリが本当にライナスだと思ったらその理由が知りたい。あ、表情です。僕は古川さん人間だと思ってて、メイソンさん人間だと思ってるから、その時にあるあるあると全く逆やったっす。その怪し
真面目やな。残り1分、残り1分です。だってこういう時がバラけそうな気がするよ。結構強く持ってんの？いや、結構持ってる。ローラー、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 ジリアンです。しゃべよ。ローラー増えてる。あの、今日で、決着がつくことはほぼないっていうか、ないんですね、絶対。そうですね。でも今日の投票って絶対覚えるべきなんですよ。なぜならファミリーは4票集める可能性が結構あり、あの、今日が、議論と一番違うことを言ってるやつを探す投票でもあります。人間が死んだとしても。なるほど。はい。思ったんですけど、ライナスを殺したら GD 相当人間という、人間っていうか、ほぼ。俺ね、GD 人狼、ライナス子供もあると思う。えぐいなぁ。そう、ミュージックルばっかしてるからな、お前。ラだと思います。うん、だってもうハンターですよね。ボディガード。ボディガード。あ、でも僕はもう、その状況だけですけど、それでどう思います？って言ってる状況だけですけど、本当かわかんないですよ。ああ、本当だと思います。おい、ライナス喋れ。まあ、俺はね、人狼ではないと思ってます。おい、ライナス喋れ。ライナスさんとそんな話。俺今日はね、グッチョも怒ると思って。人狼だろ。マコトさんで。人狼だろ。なんか真面目にやりすぎてるなって思ってるから。議論終了です。議論終了です。はい、投票理由いうことはできません。順番投票スタートプレイヤーハイラムさんから。ライナス、やったー。ハイラム、おお、ライナス、ライナス、 GD、 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 ライナス、 GD、 GD、 ライナス、ジリッ。大丈夫。はい、では本日の処刑は GD さんです。では前に向かいって自分の紹介を。そしたらお前がファミリーの瞬間にわーって優勝紹介出してくれなかったの。はい、僕はまあ人間ですよ。え、村方いない。ここだよ。村方。え、怖くないから。全然怖くないから。何言ってるんですか。はい、村人でした。え、なになになに、これもう一回やり直していいですか。どういうことするんだ。正解がわからん。正解がわからん。やる。ナイス。はい、夜になります。価値か。怖い怖い怖い。では夜になります。皆さん目を閉じ、では行きます。まず最初に、人狼よ、目を開けてください。本日はどなたを襲撃いたしますか。本日はどなたを襲撃いたしますか。タバ、あんま喋らん方がいいらしいです。人狼よ、本日はどなたを襲撃いたしますか。こちらの方。人狼よ、こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしいですか。よろしければ目を閉じてください。続きまして、ボディーガードの方、目を開けてください。本日はどなたを守りますか。こちらの方、こちらの方でよろしいですか。よろしければ目を閉じてください。朝になります。おはようございます。主体となった発見された方は、伊藤慎さん。伊藤慎さんはここで、自分のカードを言っていただきます。あの、ボディガードだったらボディガードと言わなきゃいけないんで。はい、村人です。正解が分からん。はい、次村さんです。今ライナス絶対助けられたよ。そうそうそう、やばいやばい。ちょっと、もしちょっとこれを洗いたくて、ちゃんとその時にハイラムにも1票入ったんでね。ちょっとその時のやつをもう一回やりたくて、ハイライト行きましょう。ライナスが1入って、ライナスはハイラムに入った。で、こうやってライナス、ライナス、伊藤慎さん、誰伊藤慎さん
んが GD に始めたんですよ。待って、3、2勝、抜きさんの3票で。この1、3、1になった瞬間に俺は GD に重ねたんですよ、ね。はい、俺も GD。ライナスをかばったとも見えるけど、うん、ハイラムでも GD もなかった。で、こっから GD が。GD、GD、GD。俺までだけ違う。急に GD が増えたから。そうそう。やばいと思ってライナス見てた。それで僕、4かけるから GD、GD。で、安倍さんがふざけて GD。うん、じゃあちょっとライナスってさ、ライナスもうライナス GD 人間なら普通にシンプルに GD でよくない？うん、なんで入るの？だから人間だと思ってる。うん、あ、なんか別に GD がただ言ってきただけで別に人狼っぽいと思ってなかったから、俺はハイラムが一番潜伏しそうだなと思ってて、ハイラムに入れようと思ったらハイラム入れてきたからやっぱりハイラムだなと思ってハイラムに入れ替えました。で、僕思ったのが最後の方にさ、はい、GD で死んだわけじゃんか、うんうん、その最後に入れた人って怪しいんだけど、それってライナスが人狼だったら怪しいんだけど守ったってことで、人間だったらそんな怪しいことしなくない？逃げない、ゼロ票の人に入れたり、人間3人なら自分死んじゃうから。自分は知らないじゃん、安倍さんとか絶対知らないじゃん。はい、ライナスに投票したい人もう一回手挙げて。違う、ちゃんとハイラム、古川さん、大貫さん、ヨースピさんが全員人間だった場合ライナスが人狼だよ。そうね、全員人間だと思う。残り1分です。俺はありえると思う。ありえると思う。だって、俺ですら始めた時に、っていうか GD の方が票集まりそうだったよね。ライナスは安倍さんを見たいな。僕はね、ライナス人狼かなって今ので思った。おー。だって大貫さんは人間だと思ってて、うん、で、あと、誰だっけ、ヨースピさんもね、うん、僕結構人間だって実は昨日から思ってて、うん、だから、ま、全員人間はね、割とあると思ってる。全員人間でも人間の可能性ある？なんかもう一応ハイラムじゃなくても安倍さんでいいです。対抗やっぱそういうんだったらライナス・メイソンとかは考えちゃう。そうだね、ライナス・メイソンだね。ハイラムだと思ってますよ。ライナス絶対変わるから。俺は意見言ってないからちょっと言いたくて、俺が思うのは GD がね、あれだけ初日に人狼を当てれる GD が最後に命を落としてまで伝えたのがライナス人狼なんだよ。これは一応拾ってあげるべきだし、ね、明らかに守られてるゾーンはあったから。うん、これはやっぱ怪しい。分かった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 。ライナスの仲間4人いるんだよ、あと、うん、ま、俺だけだよ強く頑張って。中田さんとか小野さんとかそうだよ。何変わってる、変わった投票している。どっちかっていうとライナスがこうと思って GD じゃないのと思って GD だった。じゃあ今日僕に投票しようと思ってる人、現状、はい、手を挙げてください。議論終了です。場所が分かんない。議論終了です。変わるでしょこれ。投票に入ります。スタートプレイヤー、真方さん、ライナス、やばいやばい、ライナス、ライナス、ライナス、やばいやばいやばい、メイソン、やばいやばい、なんでメイソン、やばい、よし、ハイラム、なんで、メイソン、メイソン、ハイラム、じゃあ。オルさん。ジロメイソンさん。はい、でも決戦。はい、では本日はメイソンさん、ライナスさんの決戦投票です。2人は前に出てもらってでは投票の逆順でライナスさんから弁明をお願いします。え、これブチ切れていいレベルなんですか？これ狼たくさんいるからしょうがないんですよね。みんなさんってこっち側にいる人がライナスの仲間って言っておきながらライナスに投票してるんですよ。もうライナスほぼ全員から投票されました。守っちゃいけない人この人と、守っちゃいけない人この人とこの人とこの人は絶対守っちゃダメです、ボディガード。ハイラム、古川さん、安倍さんは絶対守っちゃいけません。それ以外からお願いします。さあ、ジディ。はい、次。村ですよ。もう終わりです。まあね、ライナスの対抗が俺なのかね、一番頭が悪い。一番頭が悪い。本当にどういうつもりで俺なの。まあ頭が悪い。はい、では2人以外の方は指を上げてください。どちらかお願いします。いきます、3、2、1ではライナスさんに入れた方を挙手をお願いします。1、2、3、4、5、6票。メイソンさんと入れた方、1、2、3、4票。本日の初票は
ライナスさんです。では真ん中で、はい、正体を村人です。それしかないもんね。めっちゃバレた。めっちゃバレた。言いようがないもん。めっちゃバレた。よろしくお願いします。おはようございます。下になった検査された方はメイソンさんです。じゃあメイソンさん真ん中で正体の方。あ、正解、正解よ。正解、正解のあれ。アルティメット人狼チャンネル終わりです。はい、人の勝利です。はい、ということで、リーゴンジャーレイ。まずは、ボディーガード。おぉ、はい、じゃあ、オオカミの子。はい。おぉ、あー、ボディーガードさん。独自の世界が。最後、ジンロ。はい、はい。なるほどね。あー、はい、ダメさん。出たのか。初日も GD もライナスも人間だから、もう投票意味なかった。なるほどね。いやー、というファミリーは面白かった。難しいんだよ。あれ難しい。はい、ちょっとモニターをちょっとつけて。これ結構勝率は半々ぐらい。半々ぐらい。今回は人狼勝ったけどってことですね。人狼連れたらババーっていきそう。そうそうそう。でも子供探すの大変ですよね、多分。でも子供探すのも結構投票から子供がそのファミリーを切るかどうかって結構切りにくいじゃないですか。だって子供がファミリー切って本当に誰か一人死んじゃったら一人になっちゃうんですよ。それはもう。怖かった。怖いよね。そうだから結構その組織票をどうするかと身内切りをするかどうかのタイミングっていうのが、もうここぞっていう時しか身内切りができないレギュみたいな感じ。なるほど。だって狼の子にもさ絶対入れたくないよね。狼は先に死なれたらさもうラストロフィーなもんだし、そうですね、流れ玉当たるし結構、うん、結構いろいろ、まあ難しいですけどね。いや面白かった。面白かった。抜けた。神先難しかったですね。難しかったですね。悩みました。なんで噛まれたんですか。確か守ってないで。あ、そうなの。なるほど。なるほど。よくわかんなかった。どんどん回った。あ、村人です。正解が分からない。正解がほんま分からない。ちょっとね、ここでの難しい人狼ではあるんですけど、まあそれを。締めるかどうかっていうのをやってみると楽しめる。やっぱ票が固まるっていうのはこれだけ強いってことが。で、あのさっきの言うと分かんないですよ、誰が人狼か。分かんない。でも分かんないって言っても絶対分かんないですよ、これ。だから例えば竹中さんがボディガーって言ったけど、あ、じゃあ村でボディガーって言ったらぐっちょぼこれするんじゃないのとか、これ村人が村人の村人語りを信じるゲームだったりもするんですよ。人狼が嘘をつくっていう前提の中で村人が嘘をつくことを信じた場合っていうのがぐっちょぼ起こるんですよ。とかめちゃくちゃいろいろあるんですけど、面白い。なんかなんかちょっと狼の子目線、仲間の狼覚えるの大変でしたね。確かに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 。これ小野さん最悪殺せばいいやと思って。最悪仲間が殺されるぐらいな。組織票があるっていうのはすごいことだなっていう。深いな。深い。いやだからね、ちょっとね、難しい人狼であるので、この人狼ゲームあるよっていうことで。面白かった。はい。まあ、こういう人狼ゲーム楽しみたかったら、ぜひ人狼ルームへ来て。すごいな、ルームがいろいろあるな。もう何が20分で終わるとかですね。なんと今日40分ぐらいで2ゲームやってますからね。すごい、そうだね。でもやった気するもんね、結構これね。でもなんか人狼の、これよく言うんですけど、クローズって言われるこの、アルティメット人狼レギュレーションっていうのも皆さんもいっぱいやってると思うんですけど、このオープンと言われて、こう開けるじゃないですか。はいはい、人間でした。人間でした、邪魔でした、うん、っていうのをやるとなんかね全然違う人狼になるので、うん、僕らよく言ってるのがこうインナーマッスルが鍛えられます。あ、ここで人狼何もないとこで言ったらもう半グレの殴り合いみたいなもんじゃないですか。最初からよく5人で最後に2狼見つけなきゃいけないとか、うん、1狼見つけなきゃいけないってあの時あるじゃないですか、うん、あれをいきなりやってるわけじゃないですか、うん、でここで戦えるとこうインナーマッスルがついてる、うん、つくようになると、こっからでも何か見つけようと思った人が人間っぽいから、うん、大貫さんなんていきなりそれで「えコリュード出してボディが出して選べばいいんじゃないですか」ってやっぱ言ったことを評価されて人間っぽいっていうのがあるんで、だから何もないとこから何か出す人っていうのをこうどん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 積み重ねていくっていうのが結構まあ難しいとこなんですけどね、うん、ぜひぜひまたちょっと
いつかね、ちょっとアルティメット人狼で、アルティメット、よくあの、足利とか言われて、こう、アルティメット人狼方式と言われてるじゃないですか。言われてますね。一回、アルティメット人狼チャンネルで、足利をやらないっていう回を一回やろうかもしれない。いろんな時に。逆に。逆に僕らがまあ作ってやってますけど、これもそれプレゼン会のみんながプレゼンしてきて、こんなルールを横山さんが落とせねえだろ絶対あそれやりませんとか言ってめっちゃ嫌なやつで やりましょうって言って あんま面白くないそう思ってやってそうなんだから俺の責任だし前もって面白いのを決めとくわけですね。はい、でもオープンルールっていうのは普通のアルティメット人狼っていうのはこの三路一強がベストだと言われていて、初日占いがあった方がいいとかっていろいろあるんですけど、このオープンルールはもう13、14で何個あんねんっていうぐらい、初めてやったもん。レギュレーションがめちゃめちゃあります。なんかね、予告人狼とか祝日人狼とかいろいろ無限に無限にあるんですよ。よく思いつくな。ぜひぜひ、はい、あの商品化されてない人狼ゲームが実はハンガー人狼ルームにはものすごくありますよね。行かないと分かんないですもんね。そう、あと基本的に人狼ゲームというより遊びの感覚が強いです。これでギリギリとか言うのが面白かったからそれでやりたかったとかすげえ死んでたもんね。一戦であんなに活躍した人狼のジリとライナスが無残に死んでましためちゃくちゃ死んでたもん。GD が絶対ライナスのとこじゃん。ライナス人間だって死んでたのに。そう、なんかそういうまあそのちょっとクローズでなかなか長いサスペンスなんで、うん、もうこれはショートアクションコメディみたいな。いや面白い。もう投票するのも面白い。出てっていう。言い方大事。そうそうそう。言い方とか。ジリ。そうそう。聞こえない。聞こえない。まだちょっと正解が分かんないですけど、オープンのいやもうちょっとそれはねやり足りてないわ。そうっすよね。ちょっとお前カードがあってめくるんですよね。そう、本当はカードで逃げでした。そうなんで、ボテたってね、逃げでした。シーンってなって正解があるとしたら伊藤新さんから正解だったんすかね。正解です。あれが正解です。正義のあるということで、なんと今日は4戦オープニング。もうね、楽しければいいっすよね。もうなんか勝った負けたとか今どうでもよくなってるから、ね、最後笑って終わる。正解かどうか、ね、やっぱ最後笑って終わるのが大事。そうですね。だからぜひ皆さんクローズ3戦ぐらいでちょっとギスギスしちゃったなとかで悩んでるね、主催者の方とかいると思うんですよ。世の中にたくさん、いや人狼ゲーム面白いんだけど時々ちょっとヒートアップしちゃってギスギスしちゃうんですよ。最後にファミリー人狼をやりましょう。これをやるって終わりますから2日で終わりますから。でこれファミリー結構面白いな。ファミリー面白い。夜の時間家族も含めになりますでも恋人も超面白かった。あ、そうこういうのやると自分にも超えて夜5人で顔を合わすってめっちゃおもろいやん。決まんなかったなかなかね。それよりゴローってなかなかない。ゴローは結構面白い。ゴローすごい。でも結構これ人狼に問い集まるとマジビビるんですよ。全員ダー死ぬから。死ぬかば。死んでんの一回見なかったな。優勝したみたいに死ぬからね。めちゃめちゃ投票履歴残るんですよ。そう、次の日最悪なんですよ。ファミリーは全員来てね。ファミリーが投票してるって絶対人間だもん。だってファミリー救うためにファミリーに入れるわけがないから、もう投票履歴を洗うっていう基礎的なことが実は学べるんですよ。なるほど。でそれが結構正しいんですよ。人狼かばうときになんで人狼が同じファミリーに入れるんだよっていう、うん、普通に当たり前のことですけど、基礎みたいな。ちょっとね、身内切りが横行するこの世の中、うん、もう一度身内切りについて考えてみてほしいと思い、ファミリー人狼を最後に今日は人狼に乗せてメッセージを乗せてやってみました。組織企業で勝てばいいんだよ人狼は。身内切らなくても組織企業で勝てるから。大きい声で仲間かばえばなんとかなる。そう、ない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 って古川さん自分ない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 言えばいいです。ごめんなさい、ちょっとだけいいですか。ちょっとだけなんですけど、マガトさん、さっき自分で自分のこと目キラキラしてるって言ってたから。マガトさん、何マガトさん、何園長のような方向を上で見てた。そこには幼きマガトがいたの。もう一回何でぼっちでね、ぼっちだったから目がキラキラ、何でしたっけ、目がキラキラしてて、あとはすごい言葉選びが上手で優しくて、みんながつまんなそうだったら追加で
性横入れました大好き言ってますよ、はい、アップいいわしかも自分が性欲強いって言ってただけだよ曲がったのそこもう一回見直したいタイムシフトでタイムシフトでちょっとこれは曲がったぼっちだから視聴者は超楽しかったんだ俺らがさ円柱先生じゃんとか言ってる時は視聴者は自分のこと言ってるのかな分かってる、ね、恥ずかしいやつ、ね、いやそういうのもやっぱおもろいっすね。いやこれはねオープンをねお客さんに見せながらやるのが見せる人狼なるほど絶対お客さんが一番楽しい。俺らだけだもん分かんない。そうね分かんなかったもんはいということで、はい、今日は盛りだくさんでお送りしてきました、はい